なかなか会えなかったね。そうだね。お互い忙しかったもんね。私はそんなことなかったけど。機嫌が悪い？悪くないよ。そうかな。私はいつだってあなたの予定に合わせたいと思って付き合ってるから、なかなか会えなかったのはお互いが忙しかったからじゃない。え？お互いじゃない、会えなかったのはあなたが会おうとしなかったからでしょ。そっか。そうだよ。ごめんね、ちょっと仕事が忙しくてさ。そうなんだね。でも君も会いたいって言わなかったじゃない。言えないよ。え？こっちが会いたいって言えない感じの連絡ばかりくれるんだもん。そんなことないよ。そんなことないのに。ねえ、私がいる意味ある？え？邪魔なんじゃない？そんなことないって。だっていつだってバラバラじゃない、お互い。どういうこと？あなたは一人、ずっと一人。私はそっち側に入りたいのに。あなたになれたいし、私にもなれてほしいのに、そっちに入れてくれないし、こっちにも来てくれない。人と出会うって何かしら変化があることでしょ。あまり自分を変えたくないんだ。仕事だって優先したいし。私にだって仕事があるよ。君はアルバイトじゃない。アルバイトだって仕事だよ。ごめん、謝ってほしいわけじゃなくて。だって怒ってるから。久々に会ったのに。久々に会ったから楽しくしたいよ、私だって。けどなかなか会えない時間をどうやって飲み込んだらいいか分かんなくて。僕はどうしたらいいの？考えてよ、一緒に。二人のことじゃん。僕は何も変わらず君が好きなのに、君の方が楽しそうじゃないから。全部私のせいなのか。せいにはしてないけど、もっと会いたいってこと？違うよ。違うっていうか、そりゃもっと会えるならそれに越したことはないけど、会ってない時に送られてくる言葉にもう少し思いやりが欲しいって話だよ。離れていても大切にされてると感じられることができたら、私はどれだけ会えなくても待っていられるし、あなたを大切に思うこともできる。けど今のままじゃ、私がしている我慢があなたにとっていいのかすら分からない。
そういう意味。同じ熱量で会話したいのに。ごめんなさい。私が勝手だったね。寂しくて不安で。それを分かってほしかっただけだったんだけど。せっかく久々に会ったのにこんな感じにしてごめんなさい。どこ行くの？今日は帰るね。私がいなくなったあのレストランであなたは何を思っていたの？きっと私はあなたを傷つけてしまったね。傷つけてごめんと。あの時すぐに抱きしめたかったのにそれができなかったんだ。君の瞳はいつもまっすぐすぎて僕は用意してきた言葉すら話すことができなかった。